私の JBN 芸能界テインメントワールドチャンネルへようこそ。実は絵が上手な芸能人ランキング1位は、様々な経歴や特技を持つ人がいる芸能界。中には絵が上手い、または独特な芸術的感性を持っていることで知られている芸能人もいますよね。そこで今回は、絵が上手いと思う芸能人は誰なのかについてアンケートを行い、ランキングにしてみました。3位、さかなくん。2位、中川翔子。1位？ 1 位は、大野智。2020年の大晦日をもって、活動休止中のアイドルグループ、嵐のリーダー。俳優としても、魔王や、鍵のかかった部屋、などで主演を務めた。デビュー前からアート作品を制作しており、2008年に初めて作品展を開催。その後3度にわたり開催している。嵐の58枚目のシングル、カイト、では彼の絵画が CD ジャケットに使用された。釣りやキャンプ、料理など多趣味でも知られるジャニーズのアイドルが1位に選ばれた今回のランキング。気になる4位から51位のランキング結果もぜひご覧ください。あなたが絵が上手いと思う芸能人は何位にランクインしていましたか？2位は中川翔子。中川翔子。2001年に芸能界デビューすると、2004年から始めたしょこたん星ブログが話題となり、しょこたんの愛称で親しまれるように、子供の頃から絵を描くことが好きだったといい、大のアニメファンでもあることから、最近では自身のインスタグラムや YouTube チャンネルなどでアニメ画や絵を描いている様子を公開している。3位は、さかなくん。さかなくん。TV チャンピオンの全国さかな通選手権に高校2年生で初出場。その後5連覇を果たして、さかなくんとして知られるようになる。子供の頃から魚の絵を描くのが好きで、2001年に動物奇想天外でお魚ナビゲーターとして登場をする前は魚専門のイラストレーターとして生計を立てていたこともあるという。まる私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。